学生に野付町の大自然を堪能してもらいたいと考え、ここにいたしました。ここで一つポイントがあります。運動会だけど競わないです。このプログラムにはアドバンスとベーシックの2つのクラスがあります。どちらも国際感覚を身につけるという目的は一緒ですが、使用する言語が異なります。フェイス期間中の学習活動内容をその一といたしまして、信濃町の農業従事者との交流というのが挙げられます。まず事前学習においてフェイス履修第1回目としてはこれは大成功であったなと。学外学習なんですけれども、これ10回目になる、10年目です。10回目にして初めてこのようにして学生さんの声を、受ける人の声をこうしたらいいんじゃないかっていう前向きの意見を聞いたのは初めてですね。これを大きな機会として、これをもとにより良い20年目に向けて、学外学習を盛り立てていこうと、皆さんのお手伝いをしていこうと思う次第です。